三月庵というのは伊織の名前で羽室林これが面白いんですがこの人は九州の藩に帰ってくれて羽室さんのまあふるさとでしょそこへ戻ってくる男が実は昔過労を争争った権力争いですよそれに負けて江戸に出てったつまり藩を出奔しちゃった男が茶人となって帰ってきて江戸ではかなり有名な茶人になって帰ってきて。 なんで帰ってきたか分かんないっていうミステリー仕立てになってその主人公が茶会を開くんですよで茶会を開くということは何かあるここにでそれの娘と娘の婿ですねこれがずっとその動静を図ってるけど分からないし戦々恐々とするわけです藩が一体何をしに帰ってきたんだ。で剣使える仲間も お前は一体何をしに帰ってきたのかって彼は言わずに黙々と茶を立てるんですね。そういう風うに羽村林にしては珍しくミステリー仕立てにしてて、これも面白かったです。4.5。羽村さん、こういうとこへ行くべきだと思いますね。なんかやたらとあの美しい人情話ばっかり書いてると飽きられます。ちょっとこういう毒のあるものも羽村さんかけるんだから、おかきなさいなと。つい声かけたくなるような作品で。これは1550円で講談社からこれも星4.5。